それじゃあ、はい、あれですかね、大きいイカ釣ってこられたんですけど。すみません、なんか話しかて。いや、5、60グラムしか変わらない。いや、でもやっぱキロアップっていうのが。1キロの壁。いや、なんかすみません、申し訳ない。持ってる子なんで。出たよ、どうするかだよ。そうですね。喜んだ分ね、喜んだ分、もっと喜ぶ料理でしょ。なんか上乗せしなきゃいけないですね。さあ、何を作るんですか。どうする。今何ができる料理。料理ですか。イカの料理。イカの料理ですか。焼くか、なんか細く切るか。細く切るいっちゃう。シンプルに、かつ美味しく。結局ですね、相談した結果、はい、あの、まあ、基本的な刺身ができないでどうするかという話になりまして。そうだね。あの、ちょっと修行がてら、そうだね、先ほど YouTube の方でじっくりと刺身、がっつり勉強したからね、さばき方を。本気で美味しいイカの刺身、はい、さばき方を、結構さ、イカってさばき方で味が変わるって言われてるんで、だからなるべく精一杯頑張って美味しくさばいてみようと。はいはい、まず軽く、はい、洗います。軽く水洗いね。はい、これ最初しか洗えないんですよ、ね、そうだよ、もう皮剥いちゃうと、もう身がね、水すすっちゃうから、最初だけ表面の汚れを軽く取るぐらいで、はい、あ、鮮度が邪魔する。で、置きます。ゲソはもうそのままシンクの方に垂らしちゃっていい。これで綺麗になったね。はい、綺麗になりました。これからは水を使いません。はい、いいですか。はい、墨袋を傷つけないように内側からいじってください。ここから入れて、このくぼんでるところでしょ、はい、ここから入れて、このてっぺんに優しくね。あ、やべえ、先端だ。墨でたらうつだからね。こう上からじゃダメだっけ。抜き刺し、こう抜き刺しする。はい、全然動画みたいにうまくいかない。これみんな熱か。はい、つけました。まずね、この段階で、はい、炭取っとくか。これが付け根のところ。そう付け根のところをぐーっとクリ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 って。わー、立派な炭袋だこれ。ほんとだ。内臓の方を切る感じで炭袋を傷めないようにね。こうですか。こっち、ここ、あ、これですね。はい、あ、取れました。これ、イカスミパスタとか絶対作れるぐらいのサイズ。でかいよね。でかい。ただこれは今回はいらないので、もう、捨てる。捨てるぞ。え、なに？いや、持って帰りたい？持って帰る。じゃあ、小皿。えらいいっぱい食べとんしゃ。わ、そう、いっぱい食べてるね。その分で勝ったかもしれない。もしかして。これ、この段階で水で洗っていいっすよね。ダメ。え、この段階ダメですか。もうダメです。もうダメです。開いたらダメです。あ、そっか。あ、ないよ。スーッと、そこ。船。それが船だよ。はい。おお、これを自己記録とかだったら、取っといたらいいかもしれないね。あ、でも自己記録じゃないもんな。とりあえず。もう人生2匹目のキロアップだったからね。そうです。間のところに指を突っ込んで、あ、ベラかとか横からでもいいよ。そこからグッて入れてごらん。突き刺すんだよ。エンペラーと皮を一緒に剥いで胴体だけと、はい、食器を外します。外します。やってた。冷凍庫から保冷剤を取ってきてください。それをこの皿の下に敷いてください。身が温かくなるのを防ぐ。なるほど。今からキッチンペーパーである程度薄皮を取ります。蒸し入ればいいですか。そう、ある程度ざっと取ってみようか、まあ、ある程度バッと取れたら薄皮剥ぎに行きましょうか。了解です。ここに全部切るんじゃなくて切れ込みを入れる。半分ぐらいかな。で裏返してさこです。いけるか。これダメですよね。切りすぎ？場所が悪い？え、これ本当にですか？怖い。身からいった？身ごといったやろこれ。なんで身が剥がれるの？え、これなんかもうやだ。じゃあどうしよう。とりあえずキッチンペーパーで取れる分をがっつり切りにしよう。はい。じゃあキッチンペーパーで薄皮を取っていきます。YouTube っぽい。
そう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 。これ結構いけてますよね。お、どう？見てください。裏返しにして、裏返しにして、反対側も同じようにしていきます。はい。よし、これで完成です。はい。じゃあ皮を剥いていきましょう。私皮と。フカヒレみたいです。これは足はちょっと大きすぎるから2つにと分けようか。切り離して。そう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 。はい、どうぞ。はい。この水切りの中にぶち込みましょう、全部。多めにかけていいよ。真ん中にガバッと入れていいよ。もうミクチャにしてください。ミクチャにしてこぼさないようにね。音が気味悪い。これもういいですか。一回じゃあ軽く流してみる、そのまま。どうなんだろうな。めっちゃ泡だったね。はい、これで洗顔できそうですね。すごい、見てください、この泡の繊細さ。使えそう。なんかね、出してください。すごい。これピンって、ほらこのさ、この触ってみて、ちょっとピンって。ああすごい。あ、これ絶対美味しいわ。これ。あ、これ美味しい。あ、いた、美味しい。ちょっとした処理がやっとこさ終わったので、はい、はい、すぐ作ります。謎の道具。はい、使えるか。千切りピーラーが使えるかどうかちょっと試してみます。はい、目つきで買ってしまった。目つきで千切りピーラーで。刺身のつまができるのかどうか。どうすかこれ。おお、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ぐらいしかないの、これ。あれ？ここで秘宝です。はい。繋がってます。きれいきれい。はい、もういいんじゃないかな、量的に。じゃーん。おお。まず、はい。はい。そして。本日の秘密兵器第2弾でってれー、ネギカッター。ネギカッター、何のために使うかと言いますと、はい、どうぞ。飾り包丁っていうんですか。そうだね、飾り包丁の斜めに入れていったらどうかな。はい、かしこまりました。そしたらいい感じになるんじゃないかなと思います。はっ、美しい。はい、ラインが、あ、やべ、はい、最後までね、最初から最後まで綺麗に入れてください。はい、スーッと、はい、あー楽ーい。これをこういう感じで斜めにするんですか。そう、斜めメンディーで、これ厚みのアッケンがだから斜めに切ったときでしょう。針がありすぎる、針があるよ。おあ、いいんじゃない。でもさ、大葉の上に乗ってないよ。乗ってないですね。斜めにして、はい、はい、できました。おー、いいじゃん。じゃあ、スン君と3人で食べてみましょうかね。はい、いただきます。はい、いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。どうぞ、席に。あ、いいですか。今日は、これ居酒屋特ですよ、結構。ここ居酒屋特っすよね。はい。今日の大将は、うまみになってます。はい、今日のおすすめをお願いします。今日のおすすめはですね、イカの刺身です。はい、こちら、はい、出してあげてください。はい、どうぞ。おぉ、綺麗綺麗。なんか頑張った感半端ないよ。どうすか、自信のことは。見ないでください。とりあえず頑張りました。とりあえず成長したよ。レベル結構上がったんじゃない。じゃあ食べようかね。はい、じゃあ、スン君から。頑張ってやったね。お邪魔しまーす。どこから。じゃあ、ちょっとわさびいただきます。どこからがいいと思う。じゃあ、こちらかな。この辺からいこうかな。じゃあ、こっちいただきます。これぐらい。はい、美味しそう。いただきます。いただきます。うん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 。これキロイカっすね。美味しいっすね。うん。キロイカって硬すぎるとか言うから、うん、ちゃんとこれ斜めに切って、うん、そうそう、斜めに入ってるこれ。厚みもこうね、厚すぎると縦にそんな。セルフサービス。セルフサービス。そうです、そうです。このまま行けってことですか。そう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 。そういうワンセットだから。短冊切りっていう。知ってる？うん。一回で3個も食べれるって。ほら、ちゃんとほら。うん。うんうん。飾り切りが綺麗に入ってます。すごい。等間隔に入ってますね。秘密の道具のおかげで。足をつけると分かりやすい。ね。飾りが入ってて。エンペラでしょ。エンペラゴリゴリするんじゃない。ゴリゴリするね。
コピコピ。じゃあエンペラーいきますかね。妻もせっかくだから、妻も一緒に。妻もね、なんか白と白でよくわからんけど、あ、どれがイカでしょうか。いただきます。はい、はい、うん、じゃあエンペラーいただきます。うん、うん、うわっ。でもやっぱりエンペラーゴリゴリだね。ゴリゴリだね。食感がさ、最後これでしょうね。これでしょう。これプリプリ感。プリプリ感見れば。これだよね。ここ。ほら、そこでしょ。そのピーンでしょ。ピーンでね。これ。これが証拠だよ。これいくよ。じゃあこっちから先。新鮮なイカっていう証拠。いただきます。うん。弾ける。へえ。ああ、美味しそう。プリプリだね。わ。ゴリゴリ、頑張った甲斐があったよ。うん、うまいですよ、おかみ。でも今はね、多分食べたアオリイカの刺身の中で多分一番蜜色の中では。本当ですか？え、そこまで言っていただけるんですか？多分ね、美味しいよ、ちゃんと。いや、本当にね、本当に美味しい。それは間違いないよ。間違いない。やっぱ手間かけた分だけね、美味しいよ。うん、あ、やっぱ恵子先輩が釣ったイカうまいな。 50g の差よ、これが。うん、50g の差。キロイカとキロじゃないイカだからね。結局俺をバカにしようとしてる。あ、どうかな。まず切り目入ってるね、やっぱ。あ、しっかり入ってますね。綺麗ね。あ、すごいすごい。こう見ても綺麗。いや、すごいっす。ネギカッターすごいっす。ネギカッターって言うの？ネギカッターできる。なんだっけ、ネギカッター。うん、本当冷たい。ね、ひんやりしてる。ひんやりしてるね、やっぱね。あ、ほんと、ほら、お、いい感じで切れてますね。それもなんか飾りっけ。それもエンペラーズですね。これエンペラー先輩は、これは妻と一緒に食べる。一つつまむだけで、3つ食べれるお得なセットになってます。あ、行ってください、先輩。これもクリームいいよね。ここまで聞こえてきますよ。うん、うん。よし、次。うめぇ、うめぇ。ほんとプチプチしますね。うん、ずっと食べれる。とりあえず、きなさんの応援のもと。じゃあ2人で調べてね。きなさんもお疲れ様でした。いえいえいえ、まあ、もちろん島さんもありがとうございます。おいしい刺身を久々に食べました。ね、リカとちゃんと気使ってる。こう、できる限りのことはしたよね。そうですね。自分で釣った刺身より刺身の中で一番美味しい。過去最高点。過去最高点に美味しいです。ちょっともっとスピードアップするように。そうだ、ね、スキルを磨いておきます。釣った時に自分でやってみたら、そうです、ね、やればやるほど上手くなる。言いましたね。やりますよ。まずは釣らないといけませんが。なるほど、はい、じゃあ今日はごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまです。お疲れ様でした。ます。食べますか。食べます。まだ切れてない。切れてるでしょ。パソコンで見られている方は四角い枠のチャンネル登録。スマホから、携帯スマホから見られている場合は画面の下の方、赤いチャンネル登録のそこを押してください。チャンネル登録お願いします。